こうやってネットフリックスの CM をやられるわけですけど、興味はありますか？ネットフリックス？テレビ的にとかいうか番組的には興味あるというのか、うん、だから海外の面白いの流してくれるんで、うん、それはあの他のいろんなお金払って見るテレビがこんだけ増えてきて、うん、ただ俺たちのやってる地上波が苦しくなってんのも事実なんで、うん、なんか微妙やね。微妙。ネットフリックスの CM してるのもこれも微妙。気持ち的には、思いっきり整理はついてないかも、知れねへんけど、ライバルやからな、ほんまは、ほんまはライバルやから今回ドラマ作ってくれるっていうので、こういう縁になったんですけど、敵に塩を送ってる感じがある。ある。でもまあこのなんかこうものすごく制作費もよく出していただいて、だから正直言うとあの民放さんよりもいい制作費を出していただいて、それでねちゃんとしたのも作れるならこっちでいい、こんなこっちは自由にできるしね、でジミーっていうのもの、民放に企画書出してたらどうやったのとか思う感じ、なんかそういうのをやっていただけるっていうのは非常にありがたい、やりたいことができて、まあ、これが成功すればまたもう一本とかなっていくんでしょうけど、今回はつまずいたんで。いきなり。いきなりつまずいたんで、もう本当に申し訳ないというのが、ネットフリックスさんも虚しい気分でろうと思います。まあ放送コードが緩いっていうのはどうですか、やっぱ魅力に感じます？それはねあんまり感じないですけどね、放送コードあんまり、俺はもう要するにスポーツ、サッカーとかやってきた人間はルールの中でやりたいでね、だから枠を超えてこんな無茶できるからっていう芸人さんもたくさんいらっしゃるんですけど、多分スポーツやってない人やと思う。俺らはちゃんとというか、ルールがあるから面白いっていうのが、あんねんな、だからそんなにそれはあの好きではない、あの枠の中でやっていきたいっていうことですけど、ファン対応の良さも有名じゃないですか、さんまさんは。で有名というか、まあまあもうその逃げる時期は、だから自分の子供生まれたぐらいからもう、あのでもあれやねんで、あの追っかけって、逃げなきゃ 追っかけ成立しないねんで、だから逃げてほしいねんで追っかけの子って、あの逃げてほしいねんけど、俺は逃げないから追っかけがいないんでね、それいう悲しさはあるけども、まあもうなんかあれやな、サインできる時間があればやったのかいうだけのことやからな、本当にどこかでいやらしい感じ終わったりするんですか？何を？あのこれで評判良くなるかも的な、あるかな、あるとかあるか分からへんな、俺ら人に好かれたい病やねん。それは前の奥さんからも要注意された、なるべく好かれたいねな、でいい顔しすぎみたいな女の子嫌うタイプやろ。どっか好かれたい。そう考えたらいろんな謎は解ける気がしますね。そやろ、それを全方位でやってるっていう。もう、嫌われる好かれた方がええと思うけどな、俺も。ただやっぱあのファンの人たちはな、本当にいろんなものを買ってきてくれたり、いろんなチケットなんか、本当に舞台なんかやるときは即完売で、40何年即完売させていただいてるのはやっぱりちょっと感謝、まあまあこんなこと言うのもないねんけど、座右の銘を生きてるだけでは丸儲けから、ワクワクして死にたいに変えてんね、ワクワクしながら死ねたら一番ええねんけど、どうもこの2年考えてみたら、ワクワクは死ねないか、無理か、俺の人間力ではと思って、できればワクワク死にたい、と一瞬はおい死ぬのどんなやねんって思う脳に早く切り替えたいね、死ぬで俺死ねるでよっしゃ死んだろとか、だから
過去を振り返らんとこうとか、あのやっぱり年取ると過去を振り返りたがる、若い時は前しか見てないからやったら振りたがるのをやめようとか、花鳥風月、あれあれは老人の順番やろ、花鳥風月をとりあえず拒否ろう、拒否るだから友達とか最近やっぱり俺と同世代、あれ男やのに野に咲く花とかゴルフ場の入ってる歌が写真撮ったり綺麗なって言うとんねんな、いやそうかこいつらもう花鳥風月の花に入ったかとか、アトリアとか、あこいつ蝶に入りよったとか、あって俺はやめとけと思って、もうできる限り野原に咲く花を踏みつけよう鳥見たら石投げようって心がけてんだ歩み寄らないようにそっちにもうちょっとでも歩み寄らないように、してるのは事実やねんけど、やっぱり老いには勝てないっていうけど、やっぱり、なあ自然と追っていくねんから、こればっかりは知らないかと思って、まあまあ死も来るだろうっていうのは言葉上とか もっと分かってるけど、いざとなった時にどうなるかちょっと俺も不安、怖いのは確かやな、死にたくないのも事実やけど、このまま生きててもしんどすぎると思うしこのテンションで10年20年このテンションでだから40ぐらいで100年200年生きたいとかいうつは、これは無理やからやっぱり死があっていいのかと思う時あるね、周りも死ななかったらやっぱりこんだけ頑張らないやろしな、死があるっていうのが脳で分かってるから、こうして今も喋ったり、死が歩くのが分かってるから、女の子とデートしたり、タバコ吸ったり、多分水飲んだりするんだろうとは、思うねんけど、本能的にね、なんかずーっと40で、ずーっと生きる言われたって、絶対面白くないのも事実やろな、だから死は、死をもう当たり前として生きてる、生かされてるか、生かされてるのはあるからな、今のところ俺は生かされてるから、その分、なんか年は取りたくない、ただ、ちょっとでも、ちょっとでも若くいたいのは赤くすごい、そこはあがきますよね、赤くこれからまだまだ、男性が元気になる薬も開発されてるもうというで、これはテレビで放送できるのかどうか知らんけど、昔やっぱりもうちょっと弱くなってきてると、雑誌の裏見てたら、あそこにシリコンを入れる人が出てきました、整形美容かなんかで、俺入れようかなと思ったことがあって、ただずっとその状態のままやねんね、それ入れると、要するに硬くなったままやから、だから根元が緩いだけで、シリコンやから、ただ俺が死んだ時に、お医者さん ご臨終ですって言ったら、娘が駆けつけて、お父さんって言った時に硬いわけやんかいや先生まだ生きてますとかいう界隈なんの嫌やんかだからやめてそんな理由だから老人は老人らしくな、この間思ったけど、赤ちゃんに陰謀があったら誰もおむつ買えへんやろ、ちょっと生々しくて、多分赤ちゃんに陰謀を生やさないのは、絶対買える気しないって、それもやっぱりちゃんと人が作って、人がちゃんと育てられるようにしてやんでなと思って感心してたの、それと一緒、年相応に生きていかなきゃいけないけど、ただなんかこの間もその専門の先生が、さんまさん支援してください、5年経つともっとすごいのが出ますからとか言うと、いやまあそれいりません言いながら、どっかにできるのかとか思ってる自分が嫌で嫌でたまらないそれはあるな、でも確かに年々風流なものが分かるようになっちゃうのは、ちょっとそこの危機感は分かりますね、川柳が面白いと思ってたら、俳句が好きだとか言い出す年寄りね、年寄りというか俺らと同じぐらいの年代、やっぱり若い時俳句に行かないやん、川柳で満足すると川柳が面白かったり、
したのに俳句の季語とか、うん、なんとかを凝り出す世代になるのが嫌やな、うん、うん、だからそういうなんかを生きてるとな、うん、だから昔はそのビー玉だ、うん、駒だ、うん、回しただけで一日遊べてんからな、うん、あれができなくなってる、うん、あれで楽しかったんからな、うん、その時代に戻りたい。あんなことで一日楽しく遊べたのかと思うと、うん、すごい遊び上手やんか、うん、ちっちゃい時でやっぱり、はい、で突然走れるやんか、うん、あれがなくなってきてんの今突然走ろうとしないもんねそりゃそうですよ、さんまさんが突然走ってたらどうかと思いますだから ああいうのはやっぱり年齢的なもんで致し方がないのかとか思うけど、うん、そうそう、なんかそれも、まあ、それを受け入れる人いるやんか、やっぱりこれだねとか、うん、風流だねとかいうのを受け入れてそこでかっこよく生きてる人もいっぱいいんだけど、うん、俺はそれは嫌、うん、いつまでも戦っていたいと自分自身の中でね、うん、と思うな。最終的には死にまで好奇心を持てたら勝ちっていう、好奇心を持てたら勝ちやな、うん、だから今はもうそのフェデラーってテニス選手ね、うん、カムバックしてすごいなこいつ、どんだけすごいんやもんで、うん、今35、6か、うん、フェデラーでまだこんだけ動き、こんだけやれんのか、すごいなこいつとか思うねんけど、62やねんな、うん、俺の方がすごいやんとか思う。すごいですよ間違いなくあれですよね、結婚生活には向いてないですよね。もう最近はもう結婚生活不適合者ってのはもうちゃんと分かった、うん、もうはっきり分かったんで今になっていや反省してる、もうどれだけ優しくできなかったのか、うん、もう今までの彼女に、うん、本当に会って謝りたい、うん、ごめんねって言いたい、うん、気持ちはほんまにある。うん、本当に自分が売れてる、うん、忙しいにカッコつけて、うん、どれだけ幸せにしてあげられなかったのか、おお、これは感じる。人の話とか聞いてると、うん、あ、そんなこと言ってあげるのか、あ、こんなことしてあげるのかっていうのを何にもしてないし、うん、そやけどなんか自分自身過信してたのか、うん、なんか一緒にいれるだけで幸せやろみたいな、勝手にそう思ってたのがあるんで、その世論に関してはやっぱ他の人様の話聞くと、みんな頑張ってた、みんな尽くしてはったいうことを61の秋に聞いたんで、それはもう手遅れだったというというのがありますね。だからうん、なんかみんなにお前は笑いと結婚したからなとか言われるけど も、うん、もう確かにこのさ一番大事なもんが笑いっていうのも言ってしもたのが、うん、うん、だから嫁さんが笑いって立ち悪いやんか、うん、仕事が嫁さんってやっぱ あかんと思うね人としてな、うん、だからそうなってしもた。だからずんのいいよとかは、うん、しょう笑いにと結婚なされてとか再婚なされても笑いでしょうねとかよう言ってくれるんだけどそれは人としてはどうかと本当に思うところが多々ある感じしますね、うん、芸人としてはすごいことなんだけど、すごいのかなと思うねんけど、うん、やっぱり今になって自分がこう一応笑いの中で成功者として言わせていただくと、うん、本当に家族大事にして、うん、子供も大きくなってで真面目に一生懸命働いて、うん、家族を幸せにしている人がすごいとは思うけど、うん、俺のはすごくない、そこを省いてここへ来てるんで、うん、あかんな。やっぱり両立は難しいんですかね。俺はねやってる人いっぱいいらっしゃるよ、うんうん、いやそれはやってる人いっぱいいらっしゃるけど、うん、こっちも笑いに、うん、うん、行き過ぎたのも事実だよね。テレビとね、テレビのバラエティに神経が行き過ぎたのは、うん、事実ですね、うんうん、それはまあそやね。でもそれで応援してくれてる人がいるからな、うん、しゃあないかとか思うねんけど、多少の後悔はあったりするんですか。むちゃくちゃ後悔ばかりやんか俺、うん、本当に後悔、
して暮らしてる男としての後悔、人間としての後悔はむちゃくちゃしてる、うんうん、でもこの後悔はもう遅いってもう分かってる、うん、今更後悔ってっていう年齢まで気づかないでいたのが俺の不幸やな、うん、61まで61まで、で今もこうして言ってるけど自分では分かってないね、うん、家帰ったり、うん、ふっと舞台のコントのことを考えたりすると、うん、全て忘れてしまうと思うね、うん、そういう欠点はあるかっていう感じやな。ちょっとビジネスライクな質問になりますが、はいよ、はい、まあ各界から評価されているネットフリックスの映画コンテンツを映画館で上映されないことを理由にカンヌ映画祭が受賞対象としないらしいんですよ。ああ、うん、それをどう思いますかという。ああそれはもう俺に対して愚問やな、うん、そのなんか映画祭とかやなんかで賞を取りたいとか、うんうん、っていうのは、うん、そんなに賞欲しいっていう、そんなにその大事なのって言って生きてきたんで、うんはいはい、俺はその賞をもらうために、うん、もうだから全部俺も賞を断ってきてるんで、賞、うん、をもらうためにお笑いやってるんじゃないんで、うん、賞はいりません、うん、であの笑いの賞はいるけど、はいはい、こっちの賞はいらんって言ってずっと断ってるけど、うん、すっごい後悔してる。いやそうですかもう取れたよかったあの賞とかやっぱりもらっといてよかったかとか、子供とかやっぱりトロフィーとか見たらすっげーとか言うんだよな、うん、あそうか子供のためにこうトロフィーとかいんのかと思ったけど、うん、まあまあ俺は本当にそうしていい生きてきたし、賞をもらうためにやってるんじゃない、うん、だから前の奥さんが支持報奨をいただいて、うんうん、ほんで俺もくれよって言ってんけど、所さんが支持報奨補助賞もらえばとか言って、うん、言ってくれてたわ支持報奨補助賞だからそれはあんまり俺に対してはうん、うんうん、っていう感じの質問やな。なんでなんですかね、その賞に興味なくなったきっかけって。これ言うていいのかな、うん、なんかのあれで投票で俺が1位やってんけど、うん、1位やって、うん、ほんで俺がその表彰式に行けないってなってんな、うんはいはい、そしたらすいませんこの人にしますんで、うん、な2位で、うん、ってそんなもんえ賞ってそんなもんってほ、はい、はい、で他のテレビ局のなんかの演芸で、うん、金賞決まったっていうのもあってんな、はいはい、あんな番組のじゃ ああいうテレビ局のそういう賞もらえるのかって言って、うん、そしたらそれを決めてる人が、うん、自分の彼女がいてて、うんその人と深い関係あって、その人になったからってわけのわからんもう賞なんかいらんわとだから面白いものさえ作れば、うん、おそらく賞、うん、は関係ないと思うねんけども、うん、そこであれなんで賞取られへんかってやろうっていうのがすごいな、うん、こっちやろって言わす方が、うんうん、すごいと思うわ俺は。あいよ、すみません、写真いいですか。あいよ、モクロでいいですか。これ何や、モクロです。モクロってやつですね。えここに写ってるんです。あ、こっから来んの、はい、はい、ありがとうございます。へぇ、あ、こんなんあんのか、今コードレスで。ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。大丈夫、もちろん、全然大丈夫。すごい嬉しい。 Facebook でいいですか、使わせていただいて。はい、どうぞ。ありがとうございます。すいません、すいません、写真撮ってください。はいはい。元気ですよね、そこまで考えて本当にやっぱり女性はいるかとか思うな、うんうん、だからもともとね、この世界入ってきたらモテたいから、うん、入ってきてるっていうのはやっぱり、うん、それはやっぱり最初の動機それやからな、うん、そこはやっぱり変わらないで行きたいとは思うけども、うん、本当さんまさんの女性スキャンダルぐらい応援できるものないですか、ね、応援すんな、すごいできますよ。
セクシー女優にばかり行く感じとかいいぞっていう共演者とかじゃないんだっていうもうそれはもうそれは言わんといてもうでもな、うん、2週間に2人って、うん、ないやろ人生のデータにないやろ、うん、奇跡的でしたよねあれもね奇跡じゃあ俺もなちょっと安心し、うん、そのデータで弾き出してしもて、うん、しもたって思って要するにほんまでっかとか の、うん、あの博士たちとか先生方、うん、データ論が多いねな、はいはいはい、それがどうも俺の直感で生きてた人生が狂わしてんな、うんうん、データで考えてしまったの、うん、危ないぞいや、うん、ハニートラップって一生に 1,2、うん、回やと、うん、一般の人はね、はいはい、で芸能界の場合は 5,6 回あるやろと、うん、で俺はずっとハニートラップ何回かかかってきたけども、うん、2週間に2回は、うん、データ的にはなしやと思ったですね確率論で言えば確率論で言えばやでそしたら確率あったわだからデータの算出の間違いで回数、うん俺のハニートラップの回数が決まってると思うね、うん、その回数で計算した方がええねん、うん、期間で計算したらあかんねん、はいはいはい、っていうのが、うん、論文で出すだから涙したい人は涙したい人の司会者の番組を見ればいいんで、うん、俺はもうね、うん、辛い時に笑わしたいと思ってテレビ作りしてるんで、泣くのは俺の番組で泣くのはおかしいと思ってやり続けてんねんけど、うん、だからその時もだからこの感動を話題に変えられるやろっていうこと、うん、涙だけじゃないやろ、うん、だからこの感動を笑わして涙さすのが超ベストやねんな、うん、俺の中では、うん、とね疲れてる時につけた朝もテレビ見たら笑えるな疲れも吹っ飛ぶなっていうのは夢で、うん来てるから、うん、そこを感動で泣かしたら受け付かるやんな、うん、じゃあマジで辛いことって世に出てる方が辛いやんか、うん、仕事してる、うん、サラリーマンの人にとっても、うんそうギャー笑いながら一日暮らせるわけないから、うん、だから家帰った時ぐらいは、うん笑いたいやろっていうところで自分はスタートしてるんで、うん、それも感動させても、うん、感動好きな人多いわでも、うん、世の中多分そうだと思いますよそやな、うん、だからあかんねなそやねある時からな感動好きなやつが増えたんや日本の中で、うんそれがちょっと俺も不満やねんけど、うん、そんなに泣きたいかとか思うねんけどもやねなんかまあ人間に深みは出るじゃないですかそういうのがあるとえそういう部分があると人間に深みが出たりするじゃないですか感動、感動して人間に深み、それからその感動を笑いに変えて涙にすんで、うん、そっちの方がすごいやろ、うんその夢はまだ叶ってないんだけど、うん、全部手前で終わってるんだけどそこを乗り越えたいっていうのはありますね、うんうん、なんかだからこうしてやってきたし、うん、もう手遅れやし、うん、ただ頑張ってる姿を見て感動したっていうのはあんねんね、うん、俺が、うん、だからダメな役者さんゲストの時に俺が汗かくらしいね頭に、うんそれはまあすごい感動するっていう人もいる、うんうんだから一生懸命やれば感動する人は、うん、と思ってんねんけどな、うんうん、そういうことやねあれいや、うんまあ、この笑いに準じてる感じが僕は本当に大好きなのこのまま生きさせていただきますもう何もかも手遅れなんで申し訳ないさんまさんの変わらなさは異常だと思うんですけど多分まあ世間的にも唯一変わったと思われるのが結婚した時だと思うんですよ。あいや逆にそうぞ、うんうん、あの時ってさんまさん自身はどう思ってたのかなと思って。あ疲れててねあの時、うん初めて芸能界に疲れた時やったのは事実ですね。もうマスコミにも疲れ、うん、テレビ番組に対しても疲れ、うん、なんかやりきった感があったりして、うんでさあなんかこのままでいいのか
っていう、なんか疲れが、芸能界疲れがピークに達したのが31ぐらいの時やったね。なんか何もとにかく何もかも三万あって、勝手にそう思った時があってね。でそれに対して疲れてね、なんかそれ表現族やって、うん、男女7人やって、うん、ってなるとやっぱり世間もね、騒ぎ方もいろいろなんか中心に動いて、俺が思うんだよね、なんか俺が中心に今動いてしまってるような勘違いをして、なんか浮かれた分疲れた、うん、んでちょっと休もうと思って、うん、で結構その時まあいろいろ重なって、もともと前の奥さんの旦那さんと友達でテニス仲間で、その人が亡くなってしまって大竹しのぶさんと西川が残って、さあどうしようっていう感じの時に、なんかこっちも落ち着きたいっていうのがあって、重なったっていうのもあって結婚になって、でスペシャルとか仕事をちょっと減らして、あの育児に専念したのは事実ですよね、あれは。あの時期多分まあ良くない評判とかもさんまさんの耳にも入ってたと思うんですよ、うん、さんまさんが面白くなくなったんじゃないかみたいな。そうそうそう、確かにまあまあ、面白くなくなったとは思います、そのイメージからすると、うんうん、その時にあの大竹しのぶさんまで叩かれたから週刊誌に、うん、で大竹しのぶさんの悪口、うん、まあさんまをこうしたみたいな週刊誌の記事、うんうん、が出たり、それでもいつもあの人すごいなと思ったのは内容ひどいね、ね、うん、大竹しのぶさんに対して、うん、ほんだらパーンと週刊誌投げ捨てて、うん、また演技屋女優だってタイトルがあの人美人女優って書かれたことないらしい、ね、演技屋女優しか書かれてないって、うん、で演技屋女優って書かれてる人って美人女優って書かれたいらしいわ、うん、そこに怒ってた、そこに怒ってたあの人は演技は女優だって思っても、でもまあまあそう叩かれて、まあまあこっちは、うん、IMALU の、あの育児もあるし家にも帰らなあかんし、うん、日課のこともあるし、うん、とか、仕事より大事なものをちょっと見つけた感があったんで、あの時にさんま面白くなくなったとか言われても仕方がないと思って、うんうん、生きてたし、うん、なんかペース落として前のランナーだから3歳までそうしようと思ってて、うん、自分でペース配分はしたのは事実、やめられないというか、もうまあ、いろいろね、テレビもラジオも時代的に大事にしすぎるか分からへんねんけど、うん、そうそう、今の若い人とは多分ずれてるような気はすんねんけども、うん、でもずれててもいいというか、ずれててしゃあないっていう感じですよ、ね、うん、テレビもそうですか、テレビもやっぱり、うん、なんかずれてるかと思うけど、うん、まあまあ僕のテレビ番組は結構見ていただいてるんで、まだ未だに、うん、それはありがたいと思うねんけど、うん、視聴者の層ね、うん、自分たちと同じ層は大丈夫やねんけど、うん、今の20代だ、うん、いわゆる30代だ、うん、10代だは、テレビをどう見てんのか、うん、俺らテレビってすごいもんやと思ってやりすぎてるから、うん、今の子はそのテレビはすごいもんだと思って見てないから、うん、その辺のズレは絶対あるね、うん、だから YouTube で見てます多いし、うん、その YouTube を利用してスターになろうという芸人も多々いるんで、うん、はいはい、俺は YouTube 敵やねんな、ですよね本当に敵なの、うん、だからその辺が微妙なところやねんけど、うん、YouTube っていうので知ってもらうことも今あんねんな、残念ながら、うんうん、だからその辺がちょっと、うん、心の整理つけてるところです、うん、あのネットフリックスの CM 出るにあたってもいろいろと心の整理がだから本当はネットフリックスも敵やねんな、うん、俺たちの民放、うん、テレビやってる人間にとっては、うん、だから敵が今多すぎて、うん、でもだいたいテレビ番組でやれ YouTube だよりも携帯が敵やから、まずそこですね、うん、携帯が敵なのと、うんうん、だから素人がね、そのまま自分で
YouTube を立ち上げて流してスターになることもあんねんから、そんなバカなとね、一生懸命テレビ出てレギュラー取るまでにみんなどんだけどれだけ大変か、それでもスターが生まれてしまうからやね、どうしようもないのよね今のところ。おだからその辺は負けないようには一応してんねんけど、なんか新しい、ネットのウェーブにちょっとね今流されそうになってグッと踏ん張ってるところ。さんまさん結構まあね、そういう後輩の芸人さんとかに対しても特にそうですけど、あの本当に同じ土俵で戦おうとするじゃないですか、ちゃんと戦ってええやんか、そこですよ。いやだすごいじゃないですか、やっぱりこうちょっとスタンスが変わったりするじゃないですか。変えたいねん、スタンスも変えたいねんけど、変えられない、技量不足自分の度量不足、どっちの技量なのか度量なのか分からへんけども、スタンスは変えたいと思う時あるけど、まだこのスタンスでいけると思って言ってんねんけど、変に映ってるか。いや全然素晴らしい、そこが大好きなんですよ。変に映ってたらやめますけど。そこともまだ向きになって戦うかっていう。だから、あの自分の、見えない敵たちに対してもう戦ってんだけど、だからそういうもん。でもまあ何人かがあの面白いとか好きだと言ってくれる、優しい言葉に支えられながら、来てるな、今のところは。